けた街が静かに色づく夜明けのブレスが傷跡に染みる群れから外れた一羽のカモメがビルの谷間を5ということで、ちょっとあのライブタイトルを変えましたけども、まあ、やってることは変わらないんですけどね、そういうことで、なんですか今ピっていうのは、まあいいんだろうね、今の曲は、皆さんご存知の、藤井フミヤと、曲は鶴久正治さんが作った夜明けのブレスなんですけどね、チェッカーズ解散翌年に何回だ7回連続紅白歌合戦に登場した、ね、そのチェッカーズが藤井フミヤのソロになったら多分紅白には出れねえだろうっていう話があったところ、この夜明けのブレス、これで見事8年目、チェッカーズとしてはではなくですね、藤井フミヤとして出場したというエピソードもございます。まあね、これはね、ファンに向けて、そして、群れから離れた、外れた一羽のカモメというのは、チェッカーズから解散して自分だけ独り立ちしたというイメージで、なかなかファンの涙を注ったという気分。スカンク P 小暮、置き語り、ボリューム5からですね、この、YouTube プレミア配信をプロデュースしたいと、スカンク P 小暮をプロデュースしたいという方が出場だねや、登場いたしましてですね、今回から ありがたいことでございますね、今回から、曲と MC のトークの配分とかですね、曲の構成とかですね、いろいろお手伝いいただいております。まあ皆様にはいつもの、スカンク P 小暮、お気がたりということでお楽しみいただきたいと思いますが、ね、また、お
終わりました後にですね、こんな感じどうだったっていうことで、こんな感じいいんじゃないのとかね、いろいろご意見、いろいろいただきたいと思っております。なんだってあの MC をね、こういうアイドルチェキでこう時間を測るタイマーを1000円近くするタイマーをこのために買った、やばい。それで、今日のギターは、ブログにも書きましたが、ネックが一回最初から折れているのを承知で買ったやつが、ネックが少しこう剥がれてきたんで、すごい大変な重修理をしてですね、ここに、ボリュートをつけてもらってですね、何言ってんだか分かんないと思うでしょうけどね、私のブログに書いてございますので、見事によみがえった、1995年、もちろん金曜日の製造金製でございますのギブソン J35 リプロダクション、世界中に250本しかない方の J35 のリプロダクション、今日はこれがよみがえったこのギターでお届けしたいと思います。いや結局喋っちゃうな、やばいな。まあ、皆さんあのスカンク P 小暮マニアの方はご存知だと思いますが、前回のボリューム4まで使っていたギター、これは私の声とギターのバランスがアンプラグドの場合大変良くて、バカなりしすぎず、かつかなりになる、俺の声よりもならない、だからアンプラグドでちょうどいい。まあ、マイク使ったり、ピックアップ使ったりするとね、調整できますからね、 PA タグでね、倉持店長の PA のことね。ところがアンプラグドっていうのは全く調整できませんから、自分の声量よりもギターの方が鳴っちゃうとスポイルされちゃうんですけど、こいつはバカなりなんですが、まあなかなかスカンクピーコグレもつわもんでございますよ、ね、わざと弦を張ったまま1ヶ月置いてあるっていうね、だからわざと少し鳴らないようにした状態で今日迎えました。予定よりも倍の MC の時間を喋ってしまいました。それでは始めましょう。次の曲ね、これあの今回結構選曲ずいぶん迷ったんですけど、あの一回これリセットしたかな、なんかねアイドルライブみたいですね本当にね、やっぱりあの曲やんねえとちょっとスカンクマニアとしては身も心も。涙は裏切るけど
たち会える今の曲のね、説明はね、もう なくていいと思いますので、ね、いつものスカンクの、お箱でございます。北海道のショークさん、見てる？ね。カバーしてくれた、スカンクピーコグレの身も心もカバーしてくれたのは、もう忘れませんよ。もう本当ありがとうございます。北海道のね、札幌近辺らしいですけど、クソ雪で大変だったらしいですね。これから雪解けだと思いますけど、そうだ、あれだ、ここは長いやつだ、長いやつっていうか、あれだ、もうね、MC どうなのかなってこう思うんですけどね。まあでもまあ、スカンクピー小暮の場合は、置き当たりですから、もう置いちゃってるしね、置き当たりなんで、ちょっと、パパッといくかどうか分かんないですけど、やらせていただきますが、オーダーミス、ね、オーダーミスっていうのは、まあ、飲食業とかでやってるとありますよね、例えば、グレープフルーツ、あ、生グレープフルーツサワーねとかって、はいって言って、生グレープフルーツサワーじゃなくてグレープフルーツサワー持ってっちゃって、生じゃねえじゃねえかよとかって、そういうこととかねあると思いますけどね。ネギラーメンって言っててね、ネギチャーシューラーメンが来ちゃったとかね、どうしようね。大昔ですけど、スカンクピー小暮が、サラリーマンの頃ね、ビジネスタウンに、出会いしてた時にですね、某、ね、某吉野家、あ、言っちゃったらね、某牛丼チェーンのね、すんごい混むんで有名な、しかも狭くてね、2階建てで、1階で厨房で、1階はほとんど席なんかなくて、ほとんど2階の、席が、まるで、鶏の、こう、知ってる？鶏がずらーっと並んで、卵がこう出てくるのをこう収穫する鶏小屋ってあるんだよね、田舎に。ああいう感じでこうカウンターがあってさ、今みたいにコロナがないからさ、すごいんだよ、もう、食べてる人の後ろにもうソーシャルディスタントなしでさ、俺が食ってるのをなんかこう見てるんじゃないかっていうぐらいぴったり後ろに張り付いて、そのさらに後ろにももう一人張り付いてるぐらいの状態で、11人掛けテーブルぐらいのカウンターにびっちりお客さんがいるという、そういう状況。2階には1人しかオペレーターがいない、エレベーターで1階で作ったやつが上がってくる、エレベーターガチャッと上げて、それで出して、15番、お客さんこちらですねって言って渡すという、そういう感じでやってたんですが、これね、お客さん、まあ
普段仕事で何たっても日本のビジネス街の中心みたいなところでやってましたからね、その牛丼屋さんはね。来るお客さんは全員サラリーマンですよ。全員サラリーマン。まあ午前中いろんなストレスがね、上司からあれやれこれやれとかね、頼まれた資料を持ってきたけど、こんなんじゃダメじゃないか君とかつってね、部長すいませんとかつって、もうお前は降格だとかつってね、そういうね、そういうような、午前中を過ごして牛丼屋に来るわけですね。そうするとこれがね、みんな悪質でね、ネギ抜き梅雨だくねとかって言うわけですよ、ね、ネギ抜き梅雨だく。おいてね、2階のやつがね、結構ね、もうのぶ天気なやつでね、ネギだけ梅雨だく一丁、ネギだく、ん違う、ネギ抜き梅雨だく一丁ってこう言ったので、ネギ抜き梅雨だく一丁ってこう言うわけですね。そうすると下の方からじゃねえや、インターホンからして、とかってね、まるであのなんか宇宙飛行士のあのなんか無線連絡のようなローファイな音で、とかって聞こえてくるんですよね。まあ今オーダーしたのは、俺もあのわけわかんなくなっちゃうとあれだから、ネギ抜きの梅雨だくをオーダーしたんです。でこうまあ2、3分すると上がってくるわけ、ガラガラって入ってね、あお客さんお待ち、ネギ抜き梅雨だくでっつってね、来たのはネギ多めで梅雨抜きが来ちゃうっていうね。ネギ抜き梅雨だくをオーダーしたのに、ネギ多め梅雨抜きが来ちゃった。さあ大変だ、もう後ろのソーシャルディスタンスがないお客はみんなそれをもう固唾を飲むように、それがこれからどうなるのか、もう一回作り直すのか、それともそのまま果たして食べるのか、それとも一回もう一回下のエレベーターで送ってつゆを入れてもらってネギを抜くのかっていうね。だよね、ネギ抜きのつゆだけだもんね。そうね、したらね、そのまあお客さんね、いいよこれで食っちゃうよって。食うんかい、違うでしょ頼んだのは、まあ、そういうことで、面白い、つまんない。その逆もあってね、ネギ多めで、梅雨抜き、じゃあ梅雨抜くって言って、違う、梅雨抜きか、ネギ多めの梅雨抜きをネギ少なめで、梅雨多めできちゃうとかね。その人もやっぱりいいよ食うから、じゃあそういう注文しなきゃいいじゃんっていうね、ほとんどいじめですよね。オペレーターさんをいじめてる状況ですね。まあその、 あのオペレーターさんもなかなかあのミスが連発だったんで、かなり、まあ、私も含めてなんですけど、どういうミスをするかなっていうのを楽しみにしてたっていう、そういうちょっとなかなか偏見があったっていうことはありましたけどね。なかなかファンキーな某牛丼屋さんでしたけどね、そんなことがありました。それで何分、あーぴったりだよ、ぴったり予定通り、すごいな。はい、予定通りでございますね。ピッピッ、なんかピッピッってのはなんないといいね、なんないといいんだけどね。それでは次に、オリジナルでございますか。今カバー2曲いったところで、次はオリジナル、ベニーデグラザーですね。これもまあ鉄板でございますけど、この頃ね、あの鉄板でつまんないっていうね、そういう方もいらっしゃってね、まあ、分からないでもないけどね、俺はね、やりたいんだよね、その鉄板をね。なので、やらせてもらいます。レイニーデブラさん、thank you.
寝てるわ。次でございます。あ、次来た、来ましたね。これはピッと来ましたよ。来ました。メインのですね、必ず読みますお便り。定番化してまいりましたね、お便りコーナーのテーマがかなりディープであるにもかかわらずですね、かなり、エッジの効いた、質問というか、まあ、言いたい人が言っただけっていうのもあるし、来ましたね。7件来ましたよ。ね、すごいですね。すごい、どこだっけなこれ。ね、これだ。今回の、テーマは、私にとって異性とはと、あるいは異性との付き合い方についてというそういうテーマでございました。来た順番通り。話させていただきます、一番最初、ペレス（池田さん）ペレス（池田とじさん）さんよりスカンクさん質問です。 ありがとうございます。かなりずれていますが、100円ショップで可愛い店員さん、まあ、女子でしょうね、可愛い店員さんがいたので質問しました。アイマスクとローションとサランラップはありますかと、まあ、自分が使うつもりだったらしいんですけどね、辛口コメントを期待します。これはね、そういうのはね、あんまやんない方がいいと思うね。あんまりやらない方がいいと思いますね、ペレスさん。ペレス（池田とじさん）まあね、気を引きたいのかなっていう気もしますけどね。ちょっとこのアイマスクとローションとサランラップっていうのをもう女子が使うそのもんじゃないですか。なんかそれをなんか自分が使うんだよっていう、それちょっとやめた方がいいね。チェキ燃やしてる？燃やせ！燃やせ燃やせ。じゃあ次ね、ちょっと飲まないとやってられなくなってきたね。もう1問目から、まあ、いや俺はあのペレスさん好きなんですよ。いや、ペレス（池田とじさん）大好きですよ。すごく実直だし真面目なオタクだしね、あのすごく、まあ、ちょっと DD って、まあ、あっちもこっちもあのもうすごくアイドルをかけ、どの子も好きなんだけど、まあ、それはまあいいとして、なかなかね、頑張ってますよ。すごい、サイリウム振り回すとかなんかもすごいもん、もう、まあ、いいよ。ヌンチャクかと、ブルースリーを超えたかと思った。次、北海道のチョークさんね、さっきも出ましたけどね、北海道のチョークさん、いつもありがとうございます。おはようございます。自分にとっては難しいテーマです。異性に対する考え方は年代によって変化していると思って、そうですね、変化しているですね、年代によってね。若い頃は、まあ自分が、そのチョークさんが若い頃はもう簡単に言うと見た目のルックスが重視、可愛い子ね、スタイルがいい子ね、これを大歓迎してた。しかし、自分が大人になって、精神年齢も大人になっていくと、ルックスではなくて
性格や内面の豊かさを重視するようになったと思います。あ、素晴らしいですね。若い頃の異性との付き合い方は広く浅く、ある程度の年齢になってからは狭く深くでしょうかと。かっこわらかっことして、まあ、自分にとって異性とは改めて考えると正直答えが出ません。汗、大変難しいテーマですねと。今日から遅番夜年金です。まあ、ちょっと関係ないと思うんですけど、まあ、それがご苦労さんと思いますね。雪の中ね、この時はちょうど大雪の中でしたからね。まあ、次の次回はシフトがまだ決まって、チョークさんのシフトがね、まだ決まってないので、スカンピーコブレの置き配じゃねえや、置き語りを見れるかどうか、リアルタイムでね、見れるかどうか分かりませんが、見れれば必ず生チャットに参加します。では、頑張ってくださいと。ありがとうございます。ね、まあ、すごいね、やっぱりこの方もね、ペレス、かっこ池田、かっこさんと同様、まあ、比べちゃいけないけどもね、本当チョークさんもね、真面目っていうか、すごくこう、正しい人だね。それに比べると、俺なんかもう本当にね、もう、下僕ですね。次、GG ライダースの GG ジャムで知り合った佐藤さんからね、佐藤さんはこう SADOH さんなんですけどね、佐藤さんより、小暮さん、ありがとうございます。私の異性に対する見方です。特に夫婦の場合です。おお、いいね、面白いね。すごいね、これ、ちょっとすごい、これ、ちょっと飲まないとやってらんないね。時間やばいね。ジムビーム、ね、それで、夫婦はね、夫婦はペアな、ワンペアね、一組のサスペンション、わかりますか、あの車とかオートバイについてるこう車輪をこう車輪をね、前に進むための車輪をこうね、やるサスペンションです。夫婦は一組のサスペンション、男はスプリング、おお、女はショックアブソーバー、おお、家族という車体をデコボコから守り、すごいね、これいいこと言うね。男はスプリング、女はショックアブソーバー、家族という車体をデコボコから守り、スプリングがフルボトムした時は一緒に汗を流してくれる。はあ、すごいね。もちろんスプリングレートをしっかり握っており、まさに夫婦のような絆ってことですね。で、我が家はスプリングがへたり気味でショックが来ると、人生のコーナーリングをしています。なかなかこの方もすごいですね。こんな感じ、スカンクさんどうでしょう。ね、そうね、このね、男はスプリング、女はショックアブソーバー、家族という車体をデコボコから守りっていう、このくだりがすごいね。ちなみにスカンクピー小暮のオートバイは16歳からスプリングもないショックアブソーバーもないリジットので乗ってるんで、この場合はどうしたらいいのか、デコボコから守らない、体でこう守る。時間やばいね。時間やばいやばい。かなりやばい。次、ありがとうございます。次、辛口なる帰国子女のピラちゃんさんよりね、お便りです。どうして男は女を、そして女は男を好きになるのか。スカンクさん、どうしてでしょう。ピラオはこの前もほら覚えてる、この前なんか人間はどうなんだとか、そういうさ、ちょっと辛口だよな。いや別に
今いろいろ言われてるじゃないですか、あのバイセクシャルのとこもあるしさ、ね、難しいねこれは。まあ自分にないところを憧れるって言ったら、男が男を好きになった場合は自分にもあるものがあるし、相手にまあそれは心が違うとかそういうことがあるんだろうけど、まあスカンク P 小暮的には女子が持っているやっぱり男子にないその心遣いとか優しさとかいがめもない、もう分かるでしょ、母性本能、包み込んでくれる母性本能、包み込んで、包み込んで、次、ありがとうございます。これはやばい、時間、あ、やばい、時間絶対やばい、こんな私を嫌いですかさんより、OL を昼間してますが夜は飲み屋で働いています。やばいねこれね、来た段階もやばい、やばさ満々だよね。私にとって異性とは単なる性のはけ口で、単なる性のはけ口です。気が向いた時なら相手は誰でも構いません、誰でも構いません。でも今はコロナ禍なので万が一を考え相手が特定できるようにしています。スカンクさんはこういう私をどう思いますか、嫌いですか、会ってくれますか。会います、以上。はい、次、まこちゃんさんより、ああまこちゃんさんね、もう本当にもう昔からもう俺がアイドルオタクをやってた頃からね、本当にもういろいろ指導していただいてね、何もわからない俺がアイドルのね、地下アイドルの追っかけやった時にね、もうまこちゃんさんはね、もう本当にいろいろよくしてくれてね、その後16歳の迫撃校とか一緒にユニット組んだりとかねして、この頃できてませんけどね、本当にあのライブに来てくれたりとか、まこちゃんさんですね。あ、もちろんピラオ、ピラオだってライブ来てんだよ、うん、まあね、ね、私にとって異性とはスカピーに今まで話してなかったけど、え、実は自分、点、巨乳好きなおっぱい星人なんですけど、点、たまに貧乳な子を好きになることがあるんですけど、なんででしょう。これね、スカンクピコブレの置き語りはね、前回ちょっと知り合いにどうって見てみるって言ったらね、家族でね、奥さんと旦那さんとね、小学校と幼稚園と、小学校高学年の子供と5人でちっちゃい iPhone、ちっちゃい iPhone を目の前に5人でこう、お父さん邪魔だよとかって、で、スカンクピコブレの頃で、ね、大笑いしたから見てくれた。で、その奥さんは友達の奥さんにも、奥さんの同じような奥さんに勧めたって、最初にね、R18 じゃないって言われたけど、今日はちょっと R18 だからな、このところはちょっと説明してね、お母さんからね、いや、お母さん、ほら、これお母さんみたいでしょってのは巨乳っていうことで、いやいや、知らないのさ、見たことないから分かんない、たまに貧乳な子を好きになることもあるんですけど、なんででしょうと。推しの地下アイドルの中にも貧乳の子もいるし、スカピーどう思う？どう思うって言われた。俺は今日は弾かないけど、いつか弾くと思うんだけど、F カップっていう曲もあってね、 F カップってこう、コロナのある前はね、オーディエンスさんに、じゃあここで F カップって言ってくださいよっていう、そういう下世話な曲までやってましたからね。私も巨乳大好きでございますけど、まあでもね、貧乳な子もいるって、それさっき言ったじゃん、やっぱりその母性、いがみもない母性本能です、例のさっきの、あ、そうそうそう、さっき言ったその母性ギュッとさ、貧乳や関係ない、母性本能、大丈夫？いがみさん大丈夫なの？言われちゃうでしょ、やられちゃうでしょ、そういう
まこちゃんさんもね、そういうところだと思うんですよね。チェキ取るときに、チェキどんな風に取る、ブレイクアウトで呼ぶとかって言われちゃってやられちゃうんでしょ。その時はほら、巨乳だろうと貧乳だろうと関係ないわけですよ。以上、ありがとうございます。7件目の、スーパールーパーラッパーやいりさんより、懐かしいですね、これはね。時間がかなり押してますけどね。スーパールーパーラッパーのやいりさんですよ。見てくれてますか。ありがとうございます。まあ、本当にスーパールーパーラッパーのやりさんなんですけど、なんとね、彼はすごくインテリジェンスで、まあ、DTM みたいので作ったりとか、 DTM で作った音楽に合わせて自分がギター弾いたり、それで歌ったり、すんごい早口のラップでブル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 ってやるんですけど、まあ、インテリジェントで少しテレアなところもあったりしてね、結構ね、そういうシャイな感じかと思いきやオスカンクのこのね、やられちゃいましたね。このお便り募集でね、意外なものが来ました。今日のラストのお便り、僕は、今日の7件の中に僕はっていなかったですね。さすがやっぱシャイな、インテリジェントな、テレアな、スーパールーパーラッパーやいりさんですね。僕はまたかよ。僕は巨乳な女性とすれ違うとき、どうしてもチラ見してしまいます。スカークさん、この癖はどうすれば直せるでしょうかって。やいりさん、あ、スーパールーパーラッパーやいりさん、そうなの。そんな感じ、これっぽっちも見せなかったよ。ライブの時はチラ見しちゃう。チラ見どころか、あと追うんじゃなくてね、どんどん見てください。見られるのが好きな方、見られるのが嫌な方、そこを空気を読んで、スーパールーパーラッパーやいりさんは、あ、この子は嫌がるだろうなという子は見ない、見たくても見ない。そしてこの子は見られるときっと内心、見られてる、うわ嬉しいっていうふうに思うかもしれないなっていう子には見てください。ちなみに、まあいいや、スカンクの場合は、まあいいや、それは今度誰か聞きたい人が聞いてください。はい、すごいな、間違いなくオーバーしたな。どんどん行きましょうと終わりましたね。次です。チューニングは狂ってるでしょうね。まんまやりますけどね、それがまたブルースかもしんない。酔いつぶれたさ、全然違うじゃん。ダメだこれ。はい、すいません、チューニングします。直しまして、酔いつぶれた朝。酔いつぶれた朝、そこにいないお前、昨日の俺は何だったんだろう。薄暗いバーカウンター、お前の瞳に吸い込まれてた。覚えちゃいるが、あとは夢中だった。昨日の俺はエナジードリンク、薄汚れたホテルの小部屋だ。
35ね、リペアが終わって、まあ、落ち着くまでに多分半年ぐらいかかるんだろうな。ここすごい大オペをしたあのからね、うん、さあ、よいあここでまたよですね、次で最後のところになるんですが、その前に広島でですね、いや広島行ってないよ、広島で、広島でんじゃねえや、広島の方で、お知り合いになった方がいまして、その方と、の話でございます。ね、これはもう一応本人から、ご本人から OK いただいておりますので、太陽さんという、ちょっとした、ね、ヤフーオークション、あ、某ヤフーオークションみたいな、そういうところでたまたまやり取りがありまして、それで広島に住んでるということで、まあスカンクピーコーの大昔広島に行ったことがあって、それで地元の人間しか行かないようなお好み焼き屋に連れてってくれって言われたら、いいのかいって、もうほとんど分かんないと思うよって言われて行ったら、もう社畜のようなもうサラリーマンがもうすっごい、もうネクタイこう緩めてもうすっごい、もう100人ねえか50人ぐらいが立ち食いで食ってて、でオーダーするところで、オーダーメニュー何もないで、餅入り餅出しって言われて、あ餅出し餅え餅入り餅出しってね、餅入り餅出しと聞いたんですね。俺分かんなくて、あ、いいって言ってね、そしたら今度は蕎麦入り蕎麦なしって言われてね、これ分かりました、蕎麦入りか蕎麦なしかって言うと蕎麦入りって言ってね、まあ蕎麦入りで本当は餅入りを食べたかったんですけど、餅入り餅なしって急に言われたのが分かんなかった、まあ、っていうことをこの広島の、太陽さんに、まあまあこんな話がありましたよ、ね、路面電車が広島にもあって、東京にはね荒川の違う違う都電荒川線、そして世田谷線でね、神奈川の江ノ島には江ノ電があるんですよっていう話をしましたらね、私も生まれも育ちも広島です、広島のお好み焼き VS 大阪のお好み焼きの構図は全国的に知られていますが、実際には広島県内では肉玉そば派と肉玉うどん派の内戦が繰り広げられております。近所の古くからあるお好み屋さん、まあ俺が言ったようなところでしょうね、お好み屋さんのお母さん曰く、いつも肉玉そばを頼む人は、今日はねそばが切れてんだよ、あんたもうちょっと早く来てくれたらよかったのにって言うと、じゃあうどんでいいわって言って、うどんを、その肉玉うどんを食べるそうです。ただいつも肉玉うどんを頼んでる人は、あーごめんなさいね、今日に限ってねもううどんがね終わっちゃってんだよって言うと、じゃあまた今度来るよって言って、肉玉そばは食べないそうです。そばを頼む人はうどんでもうどんを頼む、
でもうどんを頼んでる人がそばだって言われたらそばは食べないっていう、こういうことなんですね。まあ私はというと、肉玉うどんにネギのせ、そして餅入りは当たり前でございます。太陽さん、ありがとうございました。ね、こんなご縁でね、こんな見てくれてるかどうかわかりませんけどね、広島の方ともね、友達になれてね、すごく嬉しいです。これはなかなか時間通りだろ。よし、今日はどうもスカンクピー小暮沖当たりボリューム5、スカンクピー小暮、ああいう共同開発、違う、共同企画、ね、沖当たりボリューム5を楽しんでいただいて、生チャットもね、こちらとかこちらのところからね、たくさん言っていただいてありがとうございます。今回プロデュースする方がついてね、こんな感じになりましたが、最後の曲、最後の曲とラストの曲はね、えっていうね、ところでございますよ。そんなことしないで早くやっちゃえよってね、倉橋店長思ってると思いますから、今日のラストの曲引っ張りますね。これはね、沢田研二、悪友さんのね、時の過ぎるものです。
どうも、ブタです。アーティスト支援金付きステッカーの買い方を説明するブーアイウーの方のオンラインショップからこちらをクリック、そしてこちらをクリック、目当てのアーティストさんを選んで完了。どうぞよろしくお願いします。ブタでした。